GitHub Copilot の導入手順っていうので、話させていただきます。目次としてはこんな感じで、最初に GitHub Copilot って何かっていうことを話して、なんかエデュケーションプログラムっていうもので、この GitHub Copilot を使えるようにしたんですけど、そこら辺の設定の仕方について話します。で、この GitHub Copilot はいろんな形態で使うことができるサービスなんですけど、実際に使ってみたものを紹介したいと思います。で、最後に GitHub Copilot Workspace というサービスについて紹介します。最初に GitHub Copilot とはという話なんですけども、なんか AI を活用したコード補完ツールですね。で、このコミュニティでは AI を使ってプログラミングするっていうのがもうここ数年すごい、やられていて、まあ、久米さんが一番詳しいとは思うんですけど、久米さんが開発した、チャット AI for R とかっていうのはその R のパッケージを作ったり、R のプログラムを実装するのに特化した、AI ツールだったりするんですけど、ちょっと僕は個人的に結構いろんな言語をごちゃ混ぜに使う傾向があるので、R とか Python とか、まあ、高速化したい場合、Julia とかも書く場合があったりするので、なんか言語に関係なく、なんかこう、一つの窓口で、なんかそういう AI のツールを使えないかなということで、最近これを、導入しようとしています。で、GitHub と OpenAI が共同開発した、CodeX か Codex かわかんないですけど、まあ、っていう、まあ、LLM をベースにしているツールになります。で、Copilot っていうと、もう一つ、Microsoft の Copilot もあると思うんですけど、まあ、GitHub Copilot はソースコードに関する、支援ツールで、MS Copilot は多分 Word とか PowerPoint とか Excel とかそういうのを作るときに、まあ、AI がサポートしてくれという、ツールだと思います。まあ、ちょっとそっちの話はしませんが、まあ、コーパイロットと言っても、まあ、いろんなコーパイロットがあるので、今回は、まあ、GitHub コーパイロットの話になります。エデュケーションプログラムによるサブスク設定ということで、まあ、この GitHub コーパイロットを導入しようと思ったときに、まあ、ちょっと自分で払うと結構な額になるなっていうことは、ちょっと心配で、まあ、個人であんま買う人いるのかわかんないんですけど、まあ月1ユーザーあたり、39ドル、まあ、6000以上ですかね、とかするので、まあ、スマホをもう1台買うぐらい高い感じがあるので、まあ、なかなか個人で利用しようとすると敷居が高いなっていうふうには思っていたんですけど、まあ、大学の学生とか教員は、この GitHub のエデュケーションプログラムという、プログラムの恩恵を得られるみたいで、まあ、千葉大学もこの、GitHub エデュケーションの中に入っていたので、今回これを、プログラムに参加して、それによってコーパイロットを無料で使えるようにしました。で、このウェブサイトの、Join GitHub Education ってところをクリックしますと、まあ、役割みたいなところで、まあ、多分ティーチャーなんでティーチャーのところをクリックして、で、自分の千葉大学の、メーリングディス、あ、メーリングアドレスをこう指定して、Select This School で千葉ユニバーシティっていうふうにクリックして、こう、認証をかけてから、コンティニューを押すと、なんか職員証を、写真撮ってアップロードしてくださいってことを言われて、まあ、なんかメールアドレスでも十分なんじゃないかなって気はしたんですけど、まあ、こう、そのまま写真撮って送りまして、で、7日以内に返信が来るみたいなことを言われました。で、まあ、本当に2日ぐらいでメールが返ってきまして、で、まあ、認証されて、グローバルキャンパスっていうところにログインできるようになりました。で、あと、まあ、これによって、
この GitHub アカウントが、こう、ハイライズのところがプロ仕様に変わったみたいです。なんかその後、コーパイロットを使えるようにするためにな、何かしら、こう、なんか GUI の画面でいろいろ操作したんですけど、あんまり手順を、覚えられていないので、まあ、なんかこんなことをしましたみたいなのは、キャプチャーで貼っておきます。何かしらちょっとだけ初期設定みたいなのが必要だった気がします。で、GitHub コーパイロット、それで使えるようになったんですけど、いろんな利用形態がありまして、まず最初に GitHub 上で使えるようになって、ここの上のところにコーパイロットボタンができたんですよね。ここをクリックすると、こう呼び出されて、コーパイロットとチャットができるようになりました。あと、IDE、というか、まあ、実質 VS コードですけど、Microsoft の Visual Studio Code が、インストールされているので、そのマシン上で、この、拡張ボタン、Extensions のところをクリックして、Copilot っていうふうに検索をかけると、この2つ、GitHub Copilot と GitHub Copilot Chat っていう、2つの拡張ツールがあるので、まあ、これインストールすると、VS コード上でもコーパイロットを使えるようになりまして、コントロール I を、押してくださいって言われるので、押すとこう、コーパイロットが出てきて、で、簡単な R のデモコードとかを指定してみると、まあ、こんな感じで、実際に動く R のコードを、こう提案してくれるように、なりました。あとは、この、左下のところにチャットボタンができて、チャットだけしたい場合は、ここをクリックすると、コーパイロットとやりとりができるようになりました。あとは、コマンドツールとして、コーパイロットを使うことができるようになって、まあ、GitHub にはもともと GHE コマンドというものがありまして、GitHub の設定とかもコマンド経由でできたりするんですけど、ghauth ログインっていうので、ログインをした後に gh extension install github gh copilot っていうふうに打つと、copilot の、設定ができるようになります。この設定が終わると、gh、コマンド経由で copilot が使えるようになるんですけど、ghauth ログインのところでちょっとハマったのが、まあ、ここになんか、ワンタイムパスワードみたいなのがこう表示されて、で、ウェブブラウザーも同時に起動されるので、ここの数字をそのウェブブラウザーに入力して、そうすると、今作業しているデバイスが認証されるっていう手順になります。ここにそういう数字が表示されてるというのが、ちょっと気づかなくて、5分ぐらいハマったんですけど。で、その手順が終わりますと、gh copilot suggest 例えば undo the last commit ってなんか、最後のコミットを、やめたいみたいな、っていうふうにこう質問すると、なんか、git コマンドで言うと、まあ、git revert head をやればいいんじゃないですかみたいな、こういうサジェスチョンが返ってくるみたいな感じで、copilot がコマンドでも使えるようになりました。あとは、モバイル、iPhone の GitHub アプリとか、Android でもあるとは思うんですけど、まあ、それで、コーパイロットを使えるようになりまして、設定のところでコーパイロットをアクティベートするボタンがあるので、ここを押すと、右下でこのコーパイロットのボタンが出てきて、チャットが使えるようになりまして、例えば公開鍵認証とはみたいな質問してみたら、こういうふうに、丁寧に返ってくるっていうのが確認できました。最後に、GitHub Copilot Workspace について紹介します。まあ、そもそも GitHub Workspace っていう、クラウド環境で、開発をするっていう、
サービスがあるんですけど、その上で、この GitHub Copilot を利用できるっていうものになります。これちょっと本家の動画なんですけど、イメージとしては、GitHub のレポジトリで一周を立てて、で、ここになんか右下にディベロップメントでオープンインワークスペースってボタンがあるので、そこをクリックすると、なんかこのコパイロットのやりとりが始まるんですよね。で、スペシフィケーションってなんかこう仕様を固めるところとか、こう、なんかプランを立てるとか、こういう感じですね。で、これでどういうことをやるといいのかみたいなのを、サジェスチョンしてくれて、で、実際に、実装感、インプリメンテーションという項目で、このファイルをこういうふうに変えますみたいな、ことを向こうが言って、で、フルリクを送ることで、そのレポジトリに変更が入るみたいな流れになっています。で、なんで、あまり人がこう、手作業でソースコードを書かなくてもよくて、こういうことをやりたいんだけどっていうのをこう自然言語としてこう AI に伝えていくと、こうしたらいいんじゃないですかって書いてきて、なんか勝手にこうソースコードを書いてくれるみたいな、サービスになります。で、これまだテクニカルプレビュー状態で、正式採用されてるわけじゃないんですけど、ウェイトリストに参加することができて、で、面白そうだから、6月18日にちょっと僕は申請してみたんですけど、まあ、すっかり忘れていたんですが、つい先日9月30日に、まあ、メールが返ってきまして、アクセスを許可されたということで、ちょっと今日は、そういう経緯があって、ずっとコーパイロットで遊んでた感じになります。で、コーパイロット、まずどこから始めるかっていうとこなんですけど、まあ、コーパイロットのこのページがありまして、で、この readme のコーパイロットワークスペースっていうところのリンク先に行くと、こういう専用サイトに行きます。で、GitHub アカウントでサインインをして、やると、こういう、なんか、コーパイロットワークスペースっていう、専用サイトに行って、で、チューズアレポジトリとクリエイトニューレポジトリっていうのがあって、まあ、既存のか、自分かの関連レポジトリに対して何かするか、新しく、新規でレポジトリを作るかっていうところで2択があります。で、ここでは、チューズアレポジトリの方を選択したんですけど、自分のチャプター32っていうレポジトリがありまして、これを更新する作業をちょっとやってみました。で、これ実験医学別冊アデンセックデータ解析の3章の2のリファレンスゲノムにマッピングしない方法っていうところに関するコードで、まあ、この本の、ある一部分の内容なんですけど、ちょっとこの雑誌はアニュアルアップデートっていうことをやってまして、年に一度、著者から更新情報が届くということで、僕も年一、コードが変わらず動くかをこうチェックしたりとか、バージョンが新しくなっても、動作するかみたいなのをチェックするために、まあ、ツールを実行しているんですけど、まあ、その時のコードがこれですね。で、スネークメイクで書いているので、スネークファイルとかあるんですけど、まあ、読む人が、まあ、明らかに日本人だけなので、リードミーがこう日本語で書いてあるんですけど、まあ、あえてここではこう英語で、翻訳するっていうのをやらせてみました。で、タスクでまず、リードミーを英語にしたいということを言いました。これは、英語の方がもしかしたらいいかもしれないですけど、で、アップデートスペシフィケーションっていうのをクリックすると、
こういう仕様を LLM が提案してくれまして、で、まあ、現状としては、リードミーは日本語で書かれていて、こういうファイルも日本語でみたいな。で、プロポーズのところで、ここを英語にするといいと思いますみたいなことを言ってくるので、ジェネレートプランボタンを押しまして、そうするとより具体的なプランに入って、このファイルはこういうことをしますみたいなことを言って、で、インプリメントのボタンを押すと実際にやってくれます。で、ここの日本語はこういう英語になるみたいな感じで、で、内容を確認して問題なければ、Create Pull Request をクリックすることで、そのレポジトリに Pull Request が入って、自分がこう承認すれば、無事こう変更が入るみたいな流れになっています。はい、まとめますと、GitHub Copilot とは、GitHub が提供する LLM を用いたコード補完ツールになります。利用形態として、GitHub のウェブサイトとか、VS コードとか、あとはコマンドとして GS コマンドとか、iPhone、Android の GitHub アプリとか、そういったものがあります。で、最後の方で紹介した GitHub Copilot Workspace っていうのは、まだベータ版みたいなもんなんですけど、GitHub 上でコードを自動生成できるっていうサービスになります。で、こういう AI とかを使って、今後は開発が進むんだと思うんですけど、より具体的な指示を出すためのコミュニケーション能力が求められるだろうなと、考えられます。いい感じにしてみたいなことを言って、こう、人間だとなんとなくこう、汲み取れる場合とかありますけど、なかなか AI はそういったのは難しいので、よりこう、明確に、本当にくどいぐらい具体的に指示を与えるみたいなことが、今後は求められるかなと思います。はい、以上になります。何か質問とかコメントなどあればお願いします。あ、すいません、久米です。はい。これワークスペースのところ興味あって、はい。私もなんか申請したけどまだ来てなかったんですけど、同じ頃にして。なんかこれサクサク動く感じですかね、なんかその。そうですね。そんなに重たいこと、10秒ぐらいでなんか変わる。そうですね。すぐ帰ってきますね、今のところは。うん。ありがとうございます。動画で、この動画で、GitHub のページの一周を立ってるところで、ワークスペースが出てくるみたいな感じの紹介だったんですけど、実際はこういう特設サイトに案内される感じで、あまりどういうふうにこういう状況が変わってるのかわかんないんですけど、ベータ版なのでまだ本番じゃないからってことでこっちに誘導されてるのか、もしれないですけど、微妙に動画と言ってることが違うというか、こんな状況です。確か異臭から立てられると楽ですよね、というか。そうですね。だから第三者が直せるかもしれんってことですよね。言う立てて。それは、リプルリクが来るみたいな。そこら辺が絡んでるから、あんまりすぐに本番導入できない。ああ、そうですね。だからそうですね。そんな感じなんですけど、なかなか面白いので、ああ、ありがとうございます。面白いです。すいません、古田です。はい。質問させてください。このコパイロットのワークスペースで返ってきた答えっていうのは、チャット GPT が出力する答えと比較されたことってあります？まだないですね。というああ、か、そうですか。本当に数時間前に初めて触ったぐらいああ、なるほど、なるほど。の。ここら辺の直しを見てる限り結構スムーズですけど、これはなんていうかソースコードというよりは言語の書はい。き訳ですけども。R と Python 書き換えるとか、チャット GPT だとすごい自然にできると思うんですけど、そうですね。
どこら辺をちょっとやらせてみたいですね。はい、はい。ぜひ、なんか、どんな感じだったか教えていただけると嬉しいですね。わかりました。はい。じゃあ、最近チャット GPT 使ってコード書いてもらってることよくあるんですけど、やっぱり、いちいちチャット GPT に飛んで 入力して回答をもらってコピーしてっていうのがあるんで、それが一箇所でできたら便利だなっていうのは。はい。そうですね。はい。特に VS コードは本当に、この VS コードの画面だけで何でもやろうとするっていう。あと、GitHub をなんか買収したんでしたっけ？なんか、あ、そうそでこすらね。辺からすごいなんか連携がすごくて、VS コードと GitHub を一緒に使うとかなり相性がいいですね。ああ、そうですか。知らなかったです。そうなんですね。リモートとローカルがはい。ほとんど区別なく、こう、いろいろできるみたいな感じがあるので。まあ、ちょっとやってみてくださいというか、まあ、こっちはい。ではちょっとウェイトリストに参加しないといけないんで。ああ、そうか。なる。わかりました。ありがとうございます。そのうち正式採用されると思います。はい。